今回はユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツのサイズ比較動画です。去年から人気のこの T シャツなんですけど、ほんと着心地も最高でめっちゃ使える T シャツなんですよ。去年はこの3色を購入しました。サイズは XL と L サイズです。で、今年は新色がちょっと気になったのでサイズ違いで2色を購入しました。なんか今年の方が去年より生地感がちょっとだけ薄い気がしますね。今年の夏も大活躍間違いなしの T シャツなんですけど、メンズのオーバーサイズ T シャツなのでサイズ選びが迷うところなんですよね。なので今回 ML、XL をサイズ比較してみたので参考になればと思います。M サイズ着てみました。こんな感じになります。メンズなんですけど全然大きすぎず程よくオーバーサイズな感じになってます。ゴム袖なので袖は肘にちょっとかかる感じになってます。丈はお尻が半分ぐらい隠れる長さになりますね。首周りはきつくもなく普通のクルーネックっていう感じです。白なのでちょっと透け感はありますけど、そこまで気にならないかなと思います。ちょっときれいめに着るときとかインナー使いにはこれぐらいのサイズ感がいいかな。次 L サイズ着てみました。こんな感じになります。 M サイズよりかなり大きいサイズ感になりますね。私はでもこれぐらいのサイズ感が一番好きかもしれないです。首周りはサイズが上がった分ちょっとゆったりめになりますね。袖丈もちょっと長くなって肘が隠れる長さになります。着丈はお尻がちょうど隠れるぐらいの長さになります。身幅もかなりゆったりしてるんですけど、これぐらいのサイズ感がまあ今年っぽくていいかなと思います。ロールアップもおすすめなんですけど、生地的にちょっと取れやすいかもしれないですね。前をインにするのもちょっと雰囲気が変わっていい感じです。この新色のライトグレーがめっちゃいい色で、今年っぽさを出すならこの色がおすすめですね。最後 XL サイズを着てみました。こんな感じになります。なんかね、一気にサイズがアップした感じでかなり大きいゆったりしたサイズ感になります。首周りも結構広めのクルーネックになりますね。袖丈もぐっと長くなって肘がすっぽりと隠れる長さになります。ちょっと袖の長さが気になるなーっていう時はレイヤードするのがおすすめです。こんな感じで着ると袖丈もそこまで気にならないかと思います。ぜひチャレンジしてみてください。身幅もめちゃめちゃゆったりしてるので、夏は結構涼しいので家着にもぴったりですよ。丈はお尻がすっぽりと隠れる長さになります。